栃木の名店を訪れて美食をめぐる立ち飯。足利市大月町、菓子製造メーカー大麦工房ロアに併設するファーマーズカフェ土の花。明るく開放的な店内で地元産の新鮮野菜と肉料理を楽しめるお店。足利のブランド牛肉マール牛を使った人気のカレーは、過去にご当地カレーの全国大会で優勝したことも。こちらも人気のマール牛のローストビーフ。土の花は足利マール牛を使った料理が評判です。タレをかけなくても肉の素材がそのまま美味しさが伝わるというのが特徴だと思うんですけれども、足利マール牛はワイナリーから出るブドウの搾りかすマールを食べて育った牛肉。健康で肉質が最高のお肉です。これを厚さおよそ2ミリにスライスしていきます。ご飯は足利特産の大麦を焙煎したもの。ふっくら炊き上げた麦ご飯は香ばしくてプチプチの食感です。ボール状のご飯の周りにローストビーフをふんだんに乗せていきます。その数なんと13枚、 80g。 そして地元産の新鮮野菜を添えてさっぱりとした和風だれをかければ完成です。マール牛の素材の美味しさが楽しめる一品、マール牛のローストビーフ丼。おすすめの食べ方はもちろんそのまま食べていただいても美味しいんですけれども、やはりタレと卵の黄身、そちらを絡めて召し上がっていただくと喉越しがよく召し上がっていただけると思います。足利市自慢の牛肉大麦を使った土地飯、一度召し上がってみてはいかがでしょうか。